皆さんお疲れ様です。強敵、榊様を撃破し、ようやくすべてのバッジが揃いました。もはや中ポケと化したブースターと共に、最後の戦い、ポケモンリーグに挑戦します。その前にウォーミングアップですね。そう、またまたこの場所でインテイ君と戦います。偶然を装っていますが、時はジムを攻略した後にずっと待っていたのでしょう。相も変わらず主人公のことが大好きなようです。どうやら相手をしてくれるらしいです。まあ、今のブースターなら余裕でしょう。ディフェンスに定評のあるサンドパン君。行くぜ、ブースター。ディフェンスに定評があるなら焼けばいい。それだけのことだ。特殊を鍛えて出直してくるんだな。ここに来て進化前とは、舐められたものですな。お前は火炎放射で十分。進化して出直すんだな。お前も進化前、じゃなかったな。芝コイルにはしなかったな。鋼タイプがないから火炎放射で落ちるか怪しいところ。耐えたけど攻撃がソニックブームかっこわらとは情けない。決定力を上げるためにあえて雷を採用するべきだね。この球根、レベルこそ47だけど、技構成が進化前かってくらいしょぼいです。初代のホエル、吹き飛ばしは、トレーナー戦だと無意味ですが、この球根はなぜか覚えていますね。遠征君はゴールドスプレイをケチっているのでしょうか。ユンゲラーか。遠征、お前。いや、なんでもない。いいんだ。ユンゲラーでも十分戦えるよ、きっと。まあ、風鈴なら耐えたけどね。ラストはシャワーズ。シラフカンパニーでは水鉄砲を使っていたので、そのままなら弱点でも余裕で耐えますね。なんだと。いやしかし、こちらの方がレベルは上、大したダメージには。なってますねこれ。いやー、きついかもしれない。全回復を余儀なくされますね。ハイドロポンプは命中80。こちらの HP が半分以上持っていかれるのでは、20% で外すまで回復し続けるしかないじゃないか。シャワーズはレベル52でハイドロポンプを覚えるので、一応チートではない模様。それにしても外さないな。おお、ここで外しました。ここから反撃だ。榊様を打ち破ったこの大文字を食らうがいい。え、急所でこのダメージなの？硬すぎませんかね。そういえばシャワーズも特殊が110あるし、攻めるなら物理にするべきだったね。ならば渾身の捨て身タックルでとどめを刺してくれる。あれれ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 れ。え、これ勝てるのか？ここで苦戦を強いられるの？ということで再戦です。さっきの捨て身タックルの威力的に、確定2発ではなさそうなので、HP 満タンでシャワーズに挑み、ハイドロポンプを一発耐え、回復しながら外すのを待つ作戦です。回復アイテムに物を言わす戦法はもはやこの動画でおなじみですね。さあ、シャワーズの登場です。渾身の捨て身タックル。もう一発で落とせるかは微妙なところ。ハイドロポンプは最大130ダメージくらいなので、捨て身タックルの反動と合わせても耐えられそうです。ここは慎重に回復します。
対戦でハイドロポンプの命中率には不安しかありませんが、受ける側となると、なかなか外してくれないイメージですね。違う技ですが、気合玉を外す確率と、一撃必殺技が当たる確率が同じとは信じられませんね。不思議な話です。よしよし、ここで外しました。この攻撃で落ちるかな？ああ、やっぱり落ちませんね。粘って正解でした。何気に2連続で外しましたね。まあ、最後のは当たっていても急所じゃなきゃ OK ですが。一時は焦りましたが、なんとか勝てました。正直、当初は相手もブースターに進化させる予定だったのですが、手違いで最も部が悪いシャワーズに進化してしまいました。チャンピオン戦が嫌な予感しかしないです。さて、チャンピオンロードに向かいますか。回復してから。さあ、ようやくこの度最後のダンジョンです。ここではバッジ一つにつき、一人のガードマンの人がチェックします。合計で8人のガードマンにチェックされるわけですね。めちゃくちゃ無駄です。このように、バッジさえ持っていれば先に進めるので、序盤でもある程度進むことができます。それにしても、迷路のようなこの構造、本当に何の意味があるのでしょうか。ここでトレーナーを迷わせる意味は皆無だと思いますが。ポケモンリーグ本部、無能の塊説。そういえばさっきからことごとく目を合わせませんね。コミュ障が発動しています。ここのびっくりポイントです。なんと水上にもガードマンがいます。本当に意味がわかりません。しかも足場がすぐ近くにあります。そこに立っていればいいのに。そして無駄に、この距離で二人もいます。もう何がしたいのかわかりません。あの二人はトレーナーが来るかもわからないのに、水上でずっと立ち泳ぎしているのでしょうか。そしてここで草むらが出現。ちゃんとポケモンも出ます。いらないでしょ、これも。ちなみにさっきの水上はエンカウントなしです。トレーナーへの配慮なのか、水上ガードマンへの配慮なのかは謎です。最後のガードマンです。ようやくチャンピオンロード。ここはかなり面倒なので、飛ばします。このように、スイッチの上に岩を置くと、通れなかった道が通れるようになる仕組みですね。おやおや。なんかいますね。結構時間がかかりましたが、ようやく脱出です。ちなみに、戦闘は一度も行わずに攻略できます。最後にサイドン石像の森があります。ここでもトレーナーを迷わせてきます。ああ、術中にはまってしまった。ということで石英高原です。さて、いよいよ四天王に挑戦ですね。四天王戦の準備をする。ちょっとその前に。こいつを使う時が来ました。間抜けなシンボル、間抜けな鳴き声ですが、これがファイヤー様です。神々しいお姿。唯一王、新唯一神、対面の瞬間である。まあ、争いはしませんが。これは強ポケの図鑑説明。ではファイヤー様を預けます。はい。捕まえたファイヤー様を、せっかくなので第7世代に送ります。なんかピカチュウやアッカもいましたが、こいつらも使わないので送っていいでしょう。
こいつらを送ることで、手持ちのブースターとミュウ以外ポケモンがいなくなります。これ誤ってミュウも送ると、秘伝マシンの都合で一生石英高原から出られないのでは。ということでポケバンク。下画面は録画するの忘れちゃったから許してね。ということで第7世代です。送ったポケモンのステータスでも見てみましょう。ピカチュウはやんちゃな性格でした。VC さんは個体値が 3V 確定で、どこが V となるか、他の個体値はいくらか、というのはランダムらしいです。悪化はワンパクでしたね。では、ファイヤー様を見てみましょう。なんと、ガンバリアでした。どこのステータスも上下しませんね。後から知ったのですが、性格は経験値を25で割った余りの数で決定するみたいです。この仕組みを知っていれば、性格は任意で調整できたのですが。まあ、お目当てはそれではなく、VC さんは特性が夢特性になるので、ファイヤー様は炎の体になります。そうです。ちょっと贅沢な付加要因として、残り2ヶ月くらい活躍してもらいます。よろしくお願いします。ついでにメガパも見てみましょう。使えねえ。ちなみに、四天王、チャンピオン攻略はかなり難航しています。頑張って攻略しますので、また次回、お会いしましょう。それでは。